はい、こんばんは。これからですね、純駆動と、沖縄科学技術大学院大学のコラボ企画です。サイエンストークを始めていきたいと思います。今回の、テーマですかね、このサイエンストーク第4弾の、話になります。私はモデレーターを務めます、工藤美也子と言います。今日はよろしくお願いします。通常であれば、純駆動書店さんの方で、こちらのイベントを行っているんですけれども、今ですね、ちょっと今回コロナウイルス感染拡大ということで、あと緊急事態宣言も発令中なので、オンラインにて、今回は流していきたいと思います。オイストのサイエンストーク、こちら今年で4年目になります。で、毎年、いろんなテーマを設けて、行っているんですけれども、今回はオイストの学生さんに焦点を当ててお送りしていきます。オイストではですね、科学について研究をしている大学院になります。皆さん、科学と聞いてどんなことを想像するでしょうか。科学というのは、身の回りにある不思議だなとか、これはどうなっているんだろうと思うことを研究していくことになります。私たちの身の回りにたくさん科学は溢れています。そういったですね、科学をここオイストでは研究をしているんですけれども、その研究内容を少しだけ皆さんにも知っていただきたいなと思いましたので、このサイエンストークでご紹介したいと思います。またですね、今せっかくライブ配信をしておりますので、質問があったりですとかあればですね、すぐコメントを打っていただければ、こちらでもお返事したいと思いますので、ぜひぜひコメントを待ってます。よろしくお願いします。はい、それではですね、早速本日のサイエンストークスピーカーであります服部優奈さんのお話を聞いていきたいと思います。服部さんはですね、高校生の時に、あることに感銘を受けてこの物理の世界に進んだということです。一体それは何なんでしょうか。このトークの中で聞いてみたいと思います。あとですね、ここオイストで服部さんは、少しでも自然の仕組みを、理解するために流体力学、つまり水や空気などの流れについて研究をしています。流体力学というのは、応用数学、とは物理工学をまたぐ分野になるんですけれども、いわゆる気体や、液体を、自由に形を変えることができる物体を対象とした分野になります。空気や水というのは、私たちの生活において切っても切れないものですよね。そのため流体が関わる現象というのは、私たちの生活に非常に、重要につながってくると言えます。例えば、水道ですとかガス管とかというのは、パイプを使用して流体を動かす仕組みというのは、そういうのもかかりますよね。あとは水力発電だったりとか風力発電、そういったものを流体力学が応用されて動いているシステムになります。または洪水が起きた時に、川の流れの排出を能力っていうのを計算するのにも使われていますよね。ではですね、そういった流体力学、実際に水の流れや空気の流れというのがどんな仕組みなのか、どんな考え方に基づいて研究をされているのかっていうのを今日、ご紹介したいと思います。少し難しいと思うこともあるかもしれませんけども、ぜひぜひコメントなどで質問を寄せてください。はい、ではそれでは服部さん、どうぞよろしくお願いします。工藤さん、ありがとうございます。オイスト学生の服部優奈です。今日は私の研究内容についてお話しさせていただきます。ではまずこの写真から始めたいと思います。これはオイストの研究棟から見える沖縄の海です。でビーチも近いので、私もよくビーチまで歩いていくんですけど、皆さんもビーチ行かれた時に、この海の流れを眺めるんじゃないかなと思います。で、この海の流れってなんとなく感覚的にどこかからまっすぐ直線的に来ているわけではなくて、いろんなところをぐるぐるくねくね複雑な動きをしながら、この沖縄のビーチまで来ているっ
ていうのもなんとなく感覚であるんじゃないかなと思います。で、他に例えば船で旅行したいってなったら、台湾まで一番早くたどり着くには、この最短距離、直線を取るんじゃなくて、その海の流れや風の向きなどを考慮して決めたルートが多分一番早く着くことができる、そういった感じもあると思います。なので、この流れ、複雑な流れを知ることっていうのはすごく大切で、役に立つことでもあります。で、沖縄の海でビーチに座って流れを眺めてるのもすごい素敵でいいんですけど、もうちょっとグローバルに地球全体でその流れがどうなってるのか見てみましょう。で、これは NASA から撮ってきたイメージです。これは人工衛星のデータと、あと数値シミュレーションを使って得られた海の流れの画像です。で、ここに黒潮も見えます。で、沖縄があります。で、ここすごいいろんな大きさの渦がぐるぐるとありますね。で、そのぐるぐるがすごい複雑に絡み合ってこう流れがあります。なので流体、この海の流れだとか流体はすごい複雑な動きをするんですね。で、もう一つここでご紹介したいアイディアが、海はこの海の流れに大切な厚みに対して、海の面積はもうすごくすごく大きいので、これは近似的に二次元であるということができます。で、二次元って何だったかっていうと、私たちの世界は三次元、縦と横と高さがある三次元の世界なんですけど、二次元っていうのはこの高さがなくなってぺちゃんこで、このフラットな世界ですね。今日今皆さんから見て、私は二次元の中にいます。で、この二次元流体について研究しているんですけど、なんで二次元流体が面白いかっていうのは、実は三次元流体とはまた違った性質、特徴を持っていることが分かっているからです。で、それが何なのかっていうと、まずこれ一昨日ぐらいにオイストのアイエンコーヒーさんで飲んだコーヒーなんですけど、すごく美味しいのでおすすめです。砂辺にもお店があります。で、このコーヒーにミルクを注ぐと、はい、で、ミルクを注ぐと、このぐるぐるっと、今見えましたか、このぐるぐるがすごい大きなもの、大きな渦からこう小さい渦にどんどん壊れていって、で、ミルクがコーヒーに混ざっていく。で、最後には一様の色になっているんですね。で、これ横から見た図です。これも流れと同時に、ただまっすぐの流れじゃなくて、このいろんなサイズのぐるぐるがパターンで見えます。で、そのぐるぐるがだんだん小さいぐるぐるにこう分かれていって、壊れていって、で、このコーヒーとミルクが混ざっています。で、これが三次元流体で知られている性質です。では、二次元ではこれがどうなるかっていうと、これはシミュレーションなんですけど、じゃあ二次元流体にミルクを注いでみると、こうやっていろんな大きさの渦はあるんですが、で、すごく複雑な動きをするのも同じです。で、よく見ると、実はこっちの右で見えるように、小さな渦が大きな渦を形成していくことが二次元流体では知られています。こっち側にもこの渦がダンスしているみたいですね。この大きい渦が小さい渦から形成されます。これが二次元流体の面白い特徴的な性質です。で、じゃあ、もっと自然界にある二次元流体ちょっと見てみましょう。では、木星。これも NASA から撮ってきました。木星の大気圏を撮った写真です。で、大気圏もこの厚みに対して面積がもうだだっ広いので、
これも近似的に二次元流体であるということができます。で、さっき海の流れで見たように、このいろんな大きさの渦が複雑にこう一緒に流れていますね。で、じゃあこれが私が自分の研究室でとあるものを使って作った二次元流体です。で、これが何からできているかっていうのはちょっと後でご説明するとして、で、まあ二次元流体全部すごいパターンがすごく似ていますよね。で、こういった二次元流体をどうやって理解するか、どうやってその複雑な動きを説明するのかっていうのが今日お話しする内容です。で、その理論的枠組みを説明します。はニュートンの運動方程式から始めたいと思います。で、今、リンゴから木から落ちるアニメーションがあったんですけど、あのニュートンがリンゴが木から落ちるっていうのを眺めて重力を発見したとかいうストーリーを聞いたことがある方もいるんじゃないかなと思うんですが、で、そのニュートンの運動方程式はそのものにかかった力とそのものの動きの関係を表した方程式です。で、例えば、ここに小さいボールがあったとします。で、それをちょっと、ツンと、ちょっとした力で押してみると、ちょっと動きます。で、同じボールをもうちょっと強い力で押してみると、もっと速い速度で遠くまで行きます。で、同じ力で押したとしても、もし向かい風がビュー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 吹いてたら、なかなかボールもそこまで速くは進みません。で、多分皆さんも自転車乗ってる時とかにこう感じたことってあると思うんですけど、向かい風が強い時って本当に力いっぱい漕いでもなかなか進まないし、速く行くにはすごい力で漕がなきゃいけない。そんな感じのイメージです。で、この運動方程式、物体に作用する力がその物体の動き方、速度の時間的変化を説明する式です。で、物体に作用する力の代表例として、さっきも出た重力、このリンゴが木から落ちるのは地球から重力が働いているから。で、私たちも地球にくっついているのは重力を感じているから。で、もう一つ空気抵抗、ここで説明した空気抵抗も物体に作用する力の一つです。で、それがこの物体の動き、この速度の時間的変化に関係しているっていうのがニュートンの運動方程式です。で、この物理的な感覚がすごい数学できれいに表現されている式で、で、私は高校生の時にこれを学んだ時に、え、すごいやばいって思って物理勉強することになったきっかけの式です。で、この式、身近な物体の動き、ボールの動きだとか、いろんな私たちの日常生活のものの動きを説明するのはもちろんなんですけど、その他、惑星の動きだとか、その天体の動き、人工衛星の動きもこのニュートンの運動方程式を用いて説明することができます。で、数学的な面ではこの物理的な考えを表現するために微分積分が発展したと言われています。で、本当にその1600何年からすごいいろんなものに応用されているわけです。で、このニュートンの運動方程式をじゃあどうやって流体に当てはめるのかっていうことなんですけど、これは西表の裏内側の写真です。私も大好きな川なんですけど、で、流体はこのボール、さっき考えたボールと違って、こう空間に連続的に広がっています。で、じゃあこれにどうやって運動方程式を当てはめるのか。で、
これ流れがこっち向こうからこっちに来てると仮定しましょう。で、その時に、仮想的な粒子を考えます。この流体の中に仮想的な粒子があって、その粒子はその分子とかのスケールよりも全然大きいスケールとか、分子たちが 何してるかは無視して良いスケールで、でも川の幅だとかシステムの径の幅よりは小さいスケールで、そういった仮想粒子がこう絡み合って相互作用し合ってこう流れているっていう考え方をします。で、これはこの仮想的な粒子は流体粒子と呼ばれています。で、この流体粒子にニュートンの運動方程式を当てはめて考えていきます。で、流体の運動方程式はナビエ・ストークス方程式と言われています。ではナビエさんとストークスさんが定式化したものですね。で、流体粒子に作用する力が流体粒子のこの速度の時間的変化を決める。で、その流体粒子に作用する力の代表例として圧力、圧力多分皆さん高い山に行かれた時とか、その飛行機に乗ってる時とか耳痛くなって感じると思うんですけど、それも流体粒子が感じています、その圧。で、もう一つは粘性力、これどれだけドロッとしてるかっていう感じの力で、例えば蜂蜜はこの粘性力が高い、でも空気とかは粘性力が小さいということができます。で、実際にナビエ・ストークス方程式どんな形をしているかっていうと、こんな感じで、この連続体にナビエ・ストークス方程式、あ、すいません、ニュートンの運動方程式を当てはめたことによってすごく複雑な形をしています。で、数学的にどれぐらい複雑かっていうと、実は1億円の検証問題の一つで、この式に一般解が存在するのか、そして一般解があったらどんな形をしているのかっていうのを解ければ1億円っていう式です。で、これ一つのアプローチとして、もちろん数学的にどんどん机でガリガリ解いていく方法もあるんですけど、私は違ったアプローチでこの式を見ています。で、シンプルな、すごいシンプルな実験を使っているので、それをご紹介します。で、じゃあさっきお見せした流体、二次元流体、これらを流体の運動方程式を使って理解しようとしています。では、この右の写真、これが何だったかというと、これは石鹸膜で、石鹸膜を使ってこのイメージを撮りました。じゃあ石鹸膜って何だかというと、これはシャボン玉です。で、このシャボン玉って水に洗剤をちょこっと混ぜたもの、それによって実はこの水の表面張力、水の分子がこうやって引き合う力を緩めることができて、それによってこうやった薄い水の膜を作ることができます。で、ちょっとコミカルに書いてみると、このそれは洗剤に活性界面剤っていうものが入ってるからなんですけど、その活性界面剤は分子的なスケールで見るとこういうふうに、水が好きな頭、オタマジャクシみたいで、水が好きな頭側と水が嫌いな尻尾側に分かれています。こんな感じの特徴があって、こんな薄い水の膜を作ることができるわけです。で、今日ちょっと石鹸膜、水と洗剤だけなんですけど持ってきたのでお見せします。こんな感じで、すごく薄い膜、ちょっと揺らしてみますね。薄い膜があるのが分かるでしょうか。で、これこうやって観察してるのも面白いんですけど、私実験で何時間も実験したいので、これだとちょっと不安定ですね。すぐ
何本かで破れちゃう。なので私が実験室でどんな装置を使って実験してるかっていうのを次お見せします。でこれは本当にシンプルな実験装置で、全部道具は田畑やメイクマンで買えます。でこの左側が実際の実験装置の写真です。これは多分 2.5 メートルぐらいあります。で右側がすごい図式化したものです。でこれ簡単にご説明すると、この床にバケツがあって、その中に水と洗剤を混ぜたもの、本当にお皿洗いの洗剤を混ぜて、でその石鹸水をポンプでこう引き上げます。でチューブの中こう石鹸水が上がってきて、でポンプを押し出して、その石鹸水が上までチューブの中行って、上から釣り糸を使って、その水滴、出てくる石鹸水の水滴をこう薄い膜にして下まで流します。なのでこっちで言うと、このスチール板の間をその薄い膜が流れています。でさっきお見せしたあのぐるぐるしたイメージは、その石鹸膜にこう髪の毛の櫛をポンと刺して、このぐるぐるパターンを作りました。でそれを高速度カメラを使って観測、撮影したものです。で厚み、この石鹸膜の厚みは1から10マイクロメートルなので、面積、石鹸膜の面積に対してすごく小さいので、この石鹸膜のセットアップも近似的に二次元であるということができます。これが私の実験室でのモデルです。でこれ実際に、この板、このスチールの板は、この幅は自由自在に動かすことができます。で、この上からこの間を石鹸膜が流れています。で、本当に安定していて何時間も走らせることができます。この実験装置、このコントロールが可能な実験装置を使って二次元流体を理解しようとしているわけです。で、そのどうやって理解するかっていうと、流体の運動方程式をこの石鹸膜の動きに当てはめて研究しています。で、石鹸膜に作用する力、それはいくつもあるんですけど、さっき、もちろん重力もそのうちの力の一つです。で、そのいろいろな力が、この石鹸膜の動き、流れとこうバランスしています。で、私はこっちの作用する力をいろいろ実験的に見て、こう数式化してモデルして、でこっちの動きとのバランスを見るっていうことをしてるんですけど、今日はこの作用する力のうちの一つ、この周りの空気の流れをどうやって観察してるかご紹介したいと思います。でさっき海の流れでちょっと言い忘れちゃったんですけど、海の流れ、その上の風によってどうやってこう流れを変えてるか、この流れがどうやって押してるのか、もしくはこうやって引っ張ってるのか、このすり合ってる感じ、それも石鹸膜の周りにも空気があるので、その空気が石鹸膜をどうこすってるのか、それを計算しています。でそのためにはまず周りの空気の流れを実験で観測して数値化します。でどんな実験をして周りの空気の流れを見ているかっていうと、ちょっとこれは私がレーザーを調整しているところです。で、いくつかレンズを使ってレーザーをシートにして、で、こんな感じで、レーザーのシートを石鹸膜にこうシャンと当てます。で、空気は透明なので、その可視化するために、
オリーブオイルのすごい小さい粒子をアトマイザーを使って噴射して、この空気の流れが見えるように可視化しています。で、この可視化された粒子の動き、空気に乗っている動きを高速度カメラを使って、こう、測定して、で、データを得ます。で、この実験は、まだ誰もしたことがなくて、私たちのグループが初めて行っています。この実験方法自体は、実は最近のコロナに関係した研究にも使われています。これの上側を見てください。この暗いんですけど、右端に人の顔があって、で、このすごくゆっくり少しだけふーっと息を吐きます。で、この私たちが息を吐いたり喋ったことによって、どれだけ空気が、どんな動きをしているのかっていうのを可視化したのがこの動画です。今人の顔見えますかね。このレーザーをバッと当てて、この場合煙を空気に入れて、でどれだけどんな風に周りの空気が動いているのかっていうのをこっちで高速度カメラで出ています。でここから見えるようにこうちょっとジェットみたいで、随分遠くまでこの渦ぐるぐるがこの大きいのから小さいのにこう壊れていって、で、随分遠くまでこう広がっていますね。なので、マスクはとても大切だと思います。で、こういった画像を、この下であったように解析して、実際に数値化していきます。空気がどれだけの速さで、こうどんな動きで動いているのかっていうのを解析します。これは私も使っている解析方法です。で、石鹸膜での運動方程式、このナビエストークス方程式を、そういった実験装置を使って観察、研究しています。で、この作用する力のそれぞれを、私はシンプルな実験を使って、そのコントロールができる環境で、研究しています。調べています。で、これ、海と風の関係、実際に海に出て、こう、一点一点、その速度を求めて、この擦り合いがどうなってるのか見てっていうのも、そういう観測もできるんですけど、それは旅行するにはいいかもしれませんが、お金も時間もすごいかかるので、こういったシンプルな実験、それがちゃんと二次元流体を表現するって分かってる実験で、そういった一般化したモデルを立てます。で、もうちょっと理想化した環境でちょっと見たいっていうときは、数値シミュレーション、コンピューターで実験もします。で、この2つを用いて、で、数学を使ってうまく表現して、で、この石鹸膜の実際の動き、時間的変化との関係を調べています。で、今日お話ししたのは、この特に力の一つとして空気による摩擦は二次元の流れにどう影響しているのか。で、その運動方程式のバランスは二次元流体でどうなっているのかっていうのが私の研究テーマです。で、今、こういうことをOIST で流体力学の研究しているんですけど、じゃあなんで流体力学するまでに至ったかっていうと、その背景をちょっとご紹介します。実は私4歳から14歳までクラシックバレエに打ち込んでいました。これ14歳の時です。で、今思えばその体で実験してる感じでどれだけの力でこう床を押せばこれぐらいのバランスができるって。踊りって結構何でもバランスなので、このこれぐらいの力でいけばバランスができてどれぐらいの回転ができるだとか、その日常生活に加えて、そういった物理的な感覚をなんか楽しんでいた気がします。で、高校受験の時に、すごい数学にハマりまして、すごいパズル感覚で解いてみました。高校入学した時に、今までパズル感覚でやっていた数学が、
その物の動きを表現するのに使われていて、ちょっとやばい、これはやばいと思ってじゃあ大学でもうちょっとこれについて知りたいと思って数学と物理を専攻しました。で、大学では量子力学や素粒子理論を勉強しました。でも、もうちょっと目に見える身近なもので複雑な現象で数学使ってこう説明してみたいっていう、もっとちょっと知りたいっていうふうに考えるようになりまして、で、そんな時にOIST に来て今の指導教官の教えている流体力学のクラスを取りました。で、今日ご紹介したように流体力学ってすごく複雑で、複雑な動きをこのニュートン力学を用いてもっと理解しようとしていることで、あそこでもっと研究したいって思ったのと、で、これは身近な現象、流体は身近な現象をこう説明しようとしているだけじゃなくて、なんか人間以上のもの、その人間がいる前から流体ありますし、その宇宙の中の流体とかも表現することができる、すごい面白くて綺麗な分野だと思うので、そこで研究をしています。で、こういった二次元流体の知識を生かして、で、もっとこの後、二次元流体についてまだまだ私は質問がいっぱいあるので、これを極めていきながら、で、二次元流体が実際のこの二次元の流体、さっき言った海の流れだとか雲の流れに、その実際の現象ってやっぱりすごく複雑なので、そのギャップが結構あるので、そこのギャップを埋める研究もしていきたいなと思っています。で、もし、もっと二次元流体についてご興味ある方は、YouTube で、ダンスヨー PhD で私の名前で検索していただくと、ビデオが出てくるんですけど、これはダンスヨー PhD っていうサイエンス誌が毎年行っているコンテストで、どんなコンテストかとかっていうと、その博士課程の研究内容をダンスを使って、ダンスを用いて、表現してください、説明してください。で、ビデオを作ってくださいっていうコンテストで、私は3年前にファイナリストに選ばれました。で、そこで、こんな感じで、そのさっきちょっとお話しした二次元流体と三次元流体の違いをこの体をダンスを使って、このいろんなサイズの渦を表してみたりだとか、これはコンテンポラリーダンスを使って表してるんですけど、で、こっちは、私はOIST でクラシックバレエのクラスをホストしていて、そのクラスに来てくれてるみんなが協力してくれたものです。で、こっちはもうちょっとクラシックバレエのスタイルで、その渦をとか複雑な動きを表現しようと試みています。で、まあこんな感じで科学紹介するのもありなんじゃないかなと思ってご紹介しました。で、最後に、これはOIST と純駆動書店さんのイベントなので、おすすめの本をご紹介したいと思います。で、私、夏目漱石がすごく好きで、夏目漱石の我が輩は猫であるってすごいユーモアがあって面白いんですけど、中でもその中でニュートンの運動方程式が出てきます。で、夏目漱石の弟子のうちの一人が物理学者の寺田虎彦っていう方で、その人が多分モデルになっているようなキャラクターも出てきて、物理の話がまあちょこちょこあってすごく面白いのでおすすめです。で、右側の本はフラットランド、そのもし世界がぺちゃんこの二次元だったらどんな感じなのかっていうのがすごい想像力で遊べる本なので、もしよかったら読んでみてください。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。どうでしたか？緊張しましたか？大丈夫でした。大丈夫でした。この辺りに来ていただいて。はい、今ですね、これで、服部さんの発表はおしまいになるんですけど、もし何かあれば、質問があれば、この時間で、受け付けたいと思うので、ぜひぜひコメントをください。何か分かることありますか？アーティクル96。何だろう、アーティクル996。まだ分からないですね。分からない。はい。今、お話の中で、あったんですけど、ギャップを埋めたいってお話あったんですよね。お家では基本的に、基礎研究と言われるものを、研究する機関なんですけど、そういった今ご紹介いただいたように、どうして水の流れをどうなってるのかっていうところの研究から、実際のもう応用分にあるギャップっていうのはなかなか難しいものなんですかね、埋めるためには。うん、うん、難しいです。まだすごいパラメーターがいっぱいあって。なるほど。じゃあ今この研究がすぐにこう世に出たりとか浮かせるとかっていうところではなくて、そこよりももっと根本のところをやってるっていう理解で、一歩一歩、はい、一歩一歩ですね、はい、そうです、科学一歩一歩やっていく必要がありますね。はい、確かに間違い、実験の装置のところのページ見せてもらってもいいですか？はいはい、こっち最初の方、あ、そうですね、そうしま、個人しましょうか、ね、はい。実験の装置なんですけど、これ田端ってホームセンターです。沖縄にあるホームセンターでメイクマムホームセンターなんですけれども、そこで使えるようなこういった物理の実験っていうのは、こういう実験装置を作っていく必要がやっぱあるんですかね、自分たちで。うん、そうですね、うん、他の研究とかでもやっぱり物理、まあ、他の、まあ、物理とか関係なく自分たちでこういう実験がしたいからこういう実験装置を作るっていう感じ。そうです。何が見たいかっていうのを最初によく考えて、じゃあそれが見える可能な実験装置を作って、はい、立てるって感じですね。そうなんですね、うん、あ、素晴らしいプレゼンありがとうございましたというコメントが来ています。ミレナちゃんがこれを書いてくれました。あ、スペシャルメンションこれをデザインしてくれた方、コメント、はい、ありがとうございます。ありがとうございましたその説明あと、じゃあこの石鹸膜を作ってオリーブオイルを流すって言ってたじゃないですか、うん、そのオリーブオイルを流すのはどうしてそれにオリーブオイルにしたんですか？それは最初水でやっていたんですけど、水だとすぐに蒸発したり、こうすぐにこう地面に行っちゃって、なかなかここで空気中に留まってくれなかったので、で、オリーブオイルがこのリサーチにすごいよく使われてるってことで、空気を可視化するときに、多分すごいブラで保てるし、安全だし。安全だし。はい、はい。それで。おすすめされて使いました。あ、そうなんですね。これもジミーズで買いました。ジミーズコンビニのようなものです、ジミーズはそうですね。じゃあもう本当に自分たちの周りのあるもので作れる装置で研究してるということなんですよね、はいはい。まあ、考え方はすごくシンプルですよね。こう石鹸膜でこういった渦を、まあ、から海とかに出て実際に渦を見るのではなくて、まあ、研究室でその渦を再現して、うんうん、でそれで動きを見ていくということですもんね、うん。すごくシンプルな実験だなというふうに聞いてて思いました。うんうん、はい。あ、一つコメントが来ています。あ、グレイトーク。あ、マイケルさんですね。我が輩は猫。来ています。ということでした。もう一つ質問が来ています。なんでこんなに物理は面白いんでしょうか？あ、素晴らしい。なんでだと思いますか？ね、なんかどうしてだと思いますか？私的にはやっぱりそのすごい綺麗な数学でいろんなものが表されてて、物の動きだとかいろんな現象が説明できて、一般化されていろんなものに応用されてっていう感じなので、それがすごい面白いと思います。なるほど。あと考え方ですね、考え方もすごい好きです。なんか
複雑な現象をどんな過程を立てて大切な、どれが一番この大切なパラメータなのかっていうのをなるべくシンプルにして見ていくっていうのがすごく好きです。研究の考え方でも。なるほど。なんか物理って聞くと、どうでしょう、難しいっていうイメージも湧く人も多いかなとは思うんですけど、実際こういうふうな研究とか、いろいろ世界、世の中に溢れてるものって、もう、こういうの、表す、物理の世界で表すことができたりとか、あと、この前、先月のサイエンストークに出演していた川野さんが、話していたのは、物理学者は何でも式に従うっていう話をしてたんですけど、それは、どうですか、どう感じますか。そうだと思います。どうやったら式にできるかっていうので、さっき あのニュートンの方程式も、みんな学校でもちろん習うと思うんですけど、確かにすごくシンプルですよね、今思うと。あれに感銘を受けて、そうです、自分の世界に入られたんですね。はい、もうちょっとこの世界が何なのか知りたいなと思って。知りたいです。はい。ね、物理を使って理解しようとしています。はい、ありがとうございます。1億円の懸賞金がかかった式、ナビエストークス方程式。あれは世界中の人が解こうとして今やっているんでしょうか。はい、はい、はい。数学者も物理学者も。すごい。いろんな人がやっているんですね。はい。1億円ですよ。すごい。他に8つ ?8 つくらいあるのかな。そういう式が。ウィキペディアで、はい。その検証問題全部で多分9個ぐらいあって、多分1個最近解かれたのかな。へー。あるので、はい。一覧ぜひチェックしてみてください。はい、チェックしてみてください。解いてください。でも内緒にしないとですね。そうですね。出版するまでは。しておきましょう。とは何かありますか。まだ聞けない。ああ、本当に面白いですね。私は、船にちょっと乗っていたことがあったんですけど、船に乗ると、こう、やっぱり海の流れに沿って、こう、海の流れに逆らって船を動かすことは、やっぱり効率化ではないので、効率的ではないので、そういう、例えば日本の周りであったら、さっき紹介にもありましたけど、黒潮の流れを十分うまく使っていけば、船はとっても早く目的地に着けるし、あるいは黒潮の流れの逆の方向に行きたかったら、その黒潮から外れたコースを取って、こう目的地に行きたかったりっていうコース取りが必要だなと思ったんですけど、それも、すべてこの流体力学に関係しているんだなっていうのを今日改めて思いました。なんかあれですよね、風の流れ、風の、まあ、遠くから長い時間吹いて海の上を流れてきた風によってうねりとかができたりとか、そういうことですよね、この研究というのは。そうですね。あれですね、エネルギーの消費も超えますもんね、それに抗っていってたら。そうですね。いいならエコでもあるんです、ね。エコでもあります。はい。うん、そうですね。ほら、この、研究がもっともっと、分かるようになったりとか、今、服部さんがやってるのは、こう水に対してこう空気がどのぐらい影響を与えてるのか。うんうん、あ、式の画面を出してもらっていいですか。最後の。バランスの式。そうですね、バランスの式です。このアップがいいかな。ここ、はい、そうですね、力が、まあ、運動量の時間的変化っていうので、これがもっともっと分かれば、そういった船の世界に対しても、もっと効率よく走るにはどうすればいいかとか、っていうのにも活かせるなっていうふうに思いましたし、エコにもつながりますね、と思いました。そうですね。とてもやっぱ水とか気体とかをね、扱う、まあ、人たちにとっては、すごく重要な研究だというふうに思いました。はい、ありがとうございます。質問があります。1億円の懸賞金はどこが払うんでしょうか。多分その、懸賞問題を出しているアメリカのクレイ研究所だと思うんですけど、
Google さんに聞いてください。お願いします。わかりません。はい。ありがとうございます。あとは皆さんどうでしょうか。あ、とつきました。研究者としての一生を捧げて解明したいような現象、あるいは夢、あるいは野望は何でしょうか。その先に30年見るのってすごいちょっと難しいんですけど、うん、でも今は本当にその二次元流体を完全に理解したいと思ってて、その理解した後に実際の模様に本当にこのギャップを埋めて、その実際の現象も説明できるような物理の研究したいと思って、それを解明したいと思ってます。うん、はい。それ何年かかるのかわかんない。全然かかる。でもやれると、やれるとこまで。やれるとこまで。やっていくということですよね。はい。完全に理解。なるほどな。二次元の世界を完全に理解する。うん、二次元の流れ。流体力学をまあ選んだじゃないですか、OIST で。で、その前はまあ物理と数学を研究されてたってことなんですけど、流体力学以外に他に何か興味あったこととかあったんですか？うん、生物物理、そのまさに先月、うん、川野さんが説明していたこともすごい興味がありました。なのでそれは、そのまたもう一個の複雑な、身近な複雑な現象ですよね。生物のシステムって本当に複雑で、その脳科学とか神経科学もそうなんですけど、すごい複雑で、でそこら辺の数式化していくものもすごい興味があって、今も興味があります。そうなんですね。つながりますね。そうですよね。先月、まあ、聞いてらっしゃらない方もいらっしゃると思うんですけど、先月のサイエンストークはこう生き物の動きを予測するというお話で、それも物理のお話で、その予測するための、まあ、式とかってそういうものを解明するお話だったんですけど、それはまあ脳科学にもつながることが あったので、ぜひ皆さん YouTube に残ってるので見てみてください。はい、はい、他にどうでしょうね、皆さん大丈夫そうですか？はい。じゃあ、最後にですね、なんか言い残したことありますか？大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？よかったです。じゃあ最後に、今見ている中で、こう、科学にこう進んでみたい、科学の道に進んでみたいとか、まあ、自分の夢を持って、こうどうやったら突き進んでいったらいいんだろうとか悩んでる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、服部さん自身が、まあ、今までこの、道を選んできて、で、まあ、なんでしょう、今、まあ、女性科学者の話っていうのは結構、トピックとして上がってると思うんですけど、今までこうやって来た中で自分でこう芯を持ってここまで来れた何か何でしょう、証というか何かありますか？コメントがあれば、はい、ぜひ視聴者の皆さんに向けてお願いします。はい、はい、多分私の経験からお話しすると、その私高校大学女子校で、で夏の学校とかサマースクールで、その男の子とかその全然関係なく、ジェンダー関係なく研究物理にの勉強することができたんですけど、多分その大学でとかそういったサポートはすごく恵まれていて、多分すごく今そういったサポートは充実してきているんですけど、でも考えてみたら、そのプライベートな方を時間で会った人たち、例えば飲み会だとかバイト先だとかおばあちゃんの友達だとか、そういった時になんか科学やるってことプラス、どうして女性なのにそんなにキャリアを追い求めてくるんだみたいなのが多かったですね。その言われたことの例としては、なんかそこまで物理勉強して何になりたいのとか、で早く子供産んで国に貢献しないよとかも言われたことありますし、まあ、両立も可能だと思うんですけど、でも多分そういった社会的なカルチャー的なプレッシャーで、
そのやっぱりそれで研究大学の中でも物理だと女性は本当 20% 以下とかなので、で多分女性の研究者も少ないからロールモデルもいないし、その中でこうそのカルチャー的なプレッシャーもあるとちょっときついんじゃないかなとは、きついことはありますけど、でも全然ジェンダーがどうだからとかで物理やったりキャリアやったりいけないってことはないと思うので、本当どんなジェンダーも、ジェンダーも2つだけじゃなくて本当いろんなジェンダーで、うん、いろんな研究ができるといいなと思います、みんな、うんうんうん、ありがとうございます。その通りだと思います。そうですね、今服部さんがお話ししていただいたように、もう関係なくね、こうやって進んでいけば進んでいけるような世界になればいいなと私も心から思います。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後に、まあ、最後と言いますか、まあ、日本だけではなくて、まあ、世界中でさっき言ったように STEM 教育では、まあ、科学のジェンダーギャップっていうのがかなり大きくて、まあ、世界だと3割ぐらいしか、女性科学者っていうのはいなくて、まあ、日本だともう少し低いんですね。まあ、あの先ほども言っていたように、まあ、女性だからとかそういうのは関係なく、あの自分がやってみたいですとか、これ知りたいとかっていうところを、まあ、皆さんどんどん突き進んで、諦めずに、進んでいけるような、まあ、世界になればいいなと思いますが、まあ、皆さんもそういったところを持ちながら進んでいってほしいなと、私たち思います。また OIST ではそういった女性の、方もたくさんいますし、もちろん、お子さんを持ちながら、ポスドクの、資格を取る、方もたくさんいらっしゃいます。なので、はい、ぜひあのもし興味があればですね、調べてみても、いいかなと思いますので、ぜひお願いします。はい、はい、それでは、来週じゃない、来月のちょっと告知をしたいので、ちょっとページを受けてもらいますか。いや、ごめんなさい、ありがとうございます。今回のサイエンストーク全部で、5回あるんですけども、来月で一応最終回になります。本当は、この来月お話しされるの方、大畑さんなんですけど、1月にお話しするはずだったんですけれども、コロナウイルス感染のためにこの6月に延期になってしまって、やっとお話ができます。来月の6月25日、はい、お話します。認知のロボティクス、研究ユニットというところで働いて、あのユニットに所属している、大畑さんは、人間を知るための、ロボット、AI 研究についてお話をします。人間を知るためにはどういう、人間を知るために、ロボットを研究しているということなんですけども、あの実はというか、皆さんがパッと考えるのは、まあ、ロボットを、まあ、研究したりとか、AI って何なんだろうっていうところを人間がこう調べていくようなイメージだと思うんですけども、その、まあ、逆の考えで、お話をされるので、ちょっと、あの今までにない視点が見れられるかもしれないので、ぜひ、ご覧ください。はい、以上になります。それではこれにて終了します。ありがとうございました。また来月お会いしましょう。バイバイ。